目があった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 。いいキャー。ももちのチャンネル、こんにちの、こんにちの。今回初めてのゲーム実況です。やるゲームのソフトはVR ワールドです。でその中でもジャケットになってるこの海のやつをやってみたいなと思ったんですけど、明らかにサメとかがいるんですよ。オーシャンディセントって名前みたいです。深海の闇の中で巨大人食いザメとも遭遇できるダイビングシミュレーション。怖い。巨大人食いザメと遭遇しなくてよくないですか？でゲーム実況のためにお供をゲーセンで200円でゲットしました。これ怖い。これにちょっとしがみつきながらサメの恐怖に怯えたいと思います。じゃあ実際にやってみます。ももちのチャンネル VR ワールドを始めます。ここが、お、楽しい。始めます。オーシャンディセント、早速です。これは、これ楽しい。この水の玉ころ、楽しい。嫌だけど行ってきます。サメとの遭遇、なんだろう。もう、これ、スタート。行かないで。視点調整、あ、これね。周りを見て様子を楽しむ。では始める。早いな。あ、やばい、怖い。早速怖い。やー、綺麗。あ、すごい。新人さん、探索ダイブに行くわ。はい。相方のコナーの話だと沖合に山ほど沈没船が沈んでるらしいわ。マジか。瓦礫だらけね。これはかなりやる価値がありそうね。すごいものが見つかるかも。なんで私だけ一人なんや。あ、近くない？やばい、魚。許可されていないから急がないとね。許可されてないの？脱法じゃん。脱法脱法。うわぁ、魚近くない？ドローンを下ろすわよ。ほら、動かせるものは何でも使ってくれる。そこに着いたらお宝を見落とさないようにしっかり見ているのよ。はい。でもなぁ、なんでどっか行くんだよ。なんでどっか行くんだよ。初めての場所だけど、私たちがついているから平気よ。ほんとかよ。もう知ってんだ、サメが来るの。怖い。ねえ、JJ、システムをチェックして。わかった。全システム異常なし。じゃあ、ダイブスーツにリンクするぞ。3、2、1。よし、それじゃ行くぞ。え、なになに？画面に映した。なんか、あ、全然触っちゃいけないとこ触ってる。あ、あ、来た。なに？それじゃ始めましょう。あ、あ、なに？下ろして。早くね。状況把握。ドローンからも情報が送信されるわ。さあ、海底まで行くわよ。早いよ、降りるのスピードが。怖いよ。オーケー。ケーキの反応は良さそうね。すでにしゃくれた魚出てくるし。あ、カニ。カニ、お腹減ったよ。カニゾーン。間違いなく何かここにありそうね。なんかすでに持って帰ってるんですけど。そこはちょっと狭そうね。あ、やばいやばい、もうちょっと後ろ行きたい。 JJ のウィンチがあるし、彼の腕は確かよ。でも絶対助けてくんないじゃん。何かがそっちに向かってる。ケーキに複数の反応があるわ。何？
あの綺麗な魚かな。あっ、マンタ、マンタ。わあ、わあ。あ、もっと来た。あう。やばい、ちょっとレンズちょっと動かしちゃった。わあ、綺麗。よさげなミュージック。やーん、かわいい。ずっとここにいたい。あー、行かないで。ずっとそばにいて。マジで行かないで。確かに何かがありそうなんだけど、しかも最近のもの。最近のもの？ここなら一体ここに何があるの？まだ深いよ。おい、地震計が一瞬光ったぞ、キャリー。下で何か動いてるみたいだ。やだ。やあ。やばめのガス。あ、助けて。先に様子見てきてよ。あ、なんかキラキラしてるのが一粒。あ、なにこれ、キラキラ出たり引っ込んだり出たり引っ込んだり。ちょっと狭いかも。気を引き締めて。はい、テーブルに注意して。ケージは許さないでね。はい、許さないでね。許さないで。 JJ、 ウィーチしっかりね。あ、危険だけどこれが一番早いのよ。ミュージック。ミュージックがずるい。通信エラーが発生してる。声は聞こえる？聞こえる。ゆっくり下ろすわよ。下ろさんでいい。ジェイジェイ、ゆっくりお願いね。ああ、わかった。スピード落とすぞ。下ろさんでいい。通信できるかも不安定な状態で下ろさんでいい。ああ、クラゲー。クラゲー。すごい、きれい。超きれい。ほわほわ。あ、でも、なんかゲージが意外とこれ、現時点でやっとゲージが割と広いことを確認。こうやっても届かないもん。って思うけど、どうなんすかね、どうなんすかね。怖い、すでに汗がすごいよ。いやー、ねえ、聞こえる？よさげな音楽、やだ。オッケー、マジ？もうダメかと思っちゃったわ。おいおいおい、声が聞けてよかった。見た感じ、もうすぐ抜けられそうだな。すぐに洞窟の外に出られるさ。マジさ、なんで私だけ一人見てさ。うん、いいわね。なんか降りるスピード速くない？これって一体どこから来たっていうの？なんだあれ。チャートには載ってなかった。コナーの様子がおかしかったわけね。コナー、 JJ、 あの船どこから来たのかしら。ああ、さあね、何の情報もないし、あんな大きなものが沈んだなんて聞いたことないな。じっくり調べた方が良さそうね。なんかヤバめなガス出てるよ。間違いなく軍艦ね。最近のもの、最近のものってことは、早くしないと誰か来る。そうなんだ。そ、ガチの脱砲じゃん。なあ、ガイガーカウンターが反応してる。オッケー、警報止めて。張り切っていくわよ。何が？時間はないけど、そのスーツを着てれば平気なはず。何が？何に対して平気なんだよ。お宝を見つけたと思ったら、得体の知れない原子力潜水艦ですって。まったく、最高ね。何がだよ。面倒ごとを押し付けてきたってわけ。新人さん、この瓦礫からできる限りの情報を手に入れるわよ。何よ。手ぶらじゃ帰れないわ。
早く帰りたいわ。潜水時間の方はどう？問題ないよボス。放射線の方が問題あるかもな。おい、こっち短パンだよ。地震計にまた反応があったぞ。落ちてくる破片に気をつけて。あまり時間がないわ。何かないか注意してみて。あとはドローンに任せましょう。下の方で強い熱信号の反応があるみたいだな。放射線の元凶かも。怖い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 。ねえ、なんで私だけマジで短パンでこの一人で網の中。そういう黄色いの乗りたいわ。ああ、早く帰りたいよ。早く。あの箱真っ赤じゃない。あのコンテナの中には、まさかコーナーはあれを見つけて欲しかったの。慎重にね、カーゴに気をつけて。爆発するのは勘弁。なんであれ無傷で持ち帰る。何が入ってるか上で見てみましょう。光ってる。箱を追っているのは私たちだけじゃなさそう。何？ファーンってピョンって出てくる。待って、何か大きなものがそっちに向かってる。やだ。来るよ。来たー。マジかよー。怖い怖いよー。ちょっと待って、マジなんで。いい、来たねー。あーいい。私の何を取ったの。全然繋がってないボンベ。また来る。また来る。上がって早く。バカじゃねえの。なんで連絡。なんでお話できないのか。しすぎだよ。来たよ、また岩当たれ、岩。いいからさっさと引き上げて。今すぐ引き上げるの。なんでよ。そんなに私アンモニア出てないでしょ。目があった、目があった、目があった、目があった。いいキャいやーあーあーいやー取れた。いいやだ。いいあーなー取れたよ。いやどこ行った？どこ行った？どこ行った？また来たよ。また来たよ。振りかぶってるよ。大丈夫。あー頭痛い。どんな音が鳴るんだね。
いつもこうなるんだから。いつもなのか。初めてのダイビングはどうだった？これで新人も卒業ね。まったくだな。うん、飛んだ初ダイブってとこが。マジでいつもこうなるならもうちょっとこのやり方を見直した方がいい。レーダーによると何かこっちに向かってるみたいだぞ。ライバル登場。私たちが見つけたものを狙ってるってとこ。コーナー、後で覚えておきなさいよ。へえ、終わった。おもちのチャンネル。はい、終わりました。あ、めっちゃクタクタです。怖いの好きな人はすごいと思うんですけど、私はホラー苦手なので、もうお腹いっぱいで疲れたので、またお腹が空きました。唐揚げ食べたいです。オーシャンディセント以外にも、他にもいろいろゲームがあるみたいなので、後日またやってみようと思います。疲れます。大声久しぶりに出した。ではたくさんのいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。